エルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、凝視するほど強く、速くなる、シェイプ、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。背景、モデル、シェイプ派1年目のアップデートで登場したキラー、モデル派、ハロウィン、のブギーマン。名前がシェイプナノハスタックロールのマスクをかぶったマイケルの役名から来ている。本名派、マイケル、オードリー、マイヤーズ、で、愛称派、ブギーマン、ストーカー、と呼ばれている。それでは、背景を見ていこう。人々の中には、単純に悪の性を持って生まれた者もいる。純粋で曇りない、真の邪悪で満たされたものである。マイケル、マイヤーズ派まさにその一人だ。彼は他人を傷つけることに何の問題も持たず、しかもそれこそが彼の望むことだった。しかしこのような恐るべき精神の持ち主にとって、人生は困難なものになりうる。常人との違い派、そのようなものがどのように問題を解決しようとするかにある。マイケルの場合、内なる平穏を得るために彼は人を殺す必要があった。彼が姉の命を奪った時、警察派ピエロの格好をしたおとなしい少年を現場で見つけた。もし大きくなりつつある縁を見つけた時、ガソリンをかける人間派どこにもいない。しかし警察派それを言った。彼ら派少年の身体の中に潜む悪魔がどのような姿をなすか想像できなかったのだ。マイケルを精神病院に送ったのはあまりに手ぬるい試みだった。セラピー派効果を表さず、夜な夜な響く叫び声派彼をさらに内向的にし、狂気に陥れていった。人々派マイケル、マイヤーズがただの初め犯罪者で終わり、忘れ去られて封印されることを望んでいた。失敗派すぐに風化することを望んでいた。しかし、彼派脱走してしまったのだ。生まれながらのキラーという点では、その凶暴性派ドブドの中でも発揮されている。正直、ゲージが溜まった時の恐怖音はゾッとするものがあるしね。ちなみに映画を見ている遠くから見つめるシーンが多い。これを特殊能力としてうまくゲームに取り入れたのがよくわかる。それでは、特殊能力を見ていこう。シェイプの能力派ステップアップ型になっている。レベル1。移動速度派秒速 4.2 メートル。脅威範囲派0メートルで背が高い。レベル2、3。移動速度 4.6 メートルと脅威範囲16、32メートルとなっている。では、特殊能力に移行。特殊能力派、内なる邪悪。で、ステップアップ型だ。使い方派、アクションボタンを長押しすることで発動する、付け回し、で生存者を見続けることによって力を貯めることができる。力を貯めることによって、レベルを上げ能力を解放していく。レベル1では、探知不可のステータスを得ている代わりに移動速度が遅くなっている。ちなみに血の渇望も発動しない。レベル2では、移動速度が 4.6 になり、ここ根が16メートルとちょっとだけ広がる。レベル3は、脅威範囲が32メートルになる。その他に乗り越え速度が上昇し、基本攻撃の突進の範囲が増加。すべての生存者が無防備のステータス効果を受ける。内なる邪悪 E 波60秒持続し、その後内なる邪悪 E 波と対抗する。ちなみに、複数人をまとめてみてもゲージの増加は1人の時と変わらない。レベル2とレベル3を繰り返すようになっている。しかし一番強いのはレベル3で全員が無防備状態になることである。しかも、ゲージ波ギリギリで止めることもできるので、攻撃せずにやたら見てきている時は、レベル3への準備をしていることが多い。また、発電機がすべて通電するときには、シェイプがレベル3の準備が完了していることが多い。そのため、この段階で味方が釣られていたりしたら、警戒派しておこう。それではアドオンを見ていこう。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。V
ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、ジュディスの墓石、いい香りがする髪の毛の束、J. マイヤーズの思い出の3つ。簡単に言うと、ジュディスの墓石、は、メメントモリアドオン、いい香りがする髪の毛の束、は、レベル3の無限化、J. マイヤーズの思い出、は、じゃ、蓄積アップ。メメントモリが発生した時、特に立ちメメと言って、立ちながらのメメントモリを発動したら、破壊死系の可能性があるので、とにかくチェイスしないようにしましょう。シェイプの固有パークについて解説しよう。最後のお楽しみ。モテ遊ばれる獲物。消えゆく日の3種類、一つずつ確かめてみよう。最後のお楽しみ、は、攻撃硬直軽減パークです。オブセッション以外を攻撃命中した時のみトークンを獲得することが可能。サバイバーを追いかけた時に、ブアン、と音がしなければ攻撃しても問題なしです。最大 40% の恩恵を受けることができるので、オブセッションさえ気をつければ、短時間でチェイスを終わらせることも可能です。ただし、オブセッションの見分けがつかないうちはなかなかトークンがたまらないのと、オブセをあまり攻撃しないとバレるので気をつけていきたいところ。モテ遊ばれる獲物、は、移動速度アップパークです。こちらもオブセッションが絡むパークとなっており、あえて取り逃すというのが条件となっています。最後のお楽しみ、は、攻撃したら減るトークンですので、見つけて逃しても、こちらのパークでカバーできるという寸法ですね。最大は 15% となっていますが、無理に貯めると何もせずに自滅しますので、狙える時に狙うという感じにしましょう。消えゆく日、は、行動遅延パークになります。まず、このパークについては、トークンの上限がありません。その代わり、オブセッション2波救助に関する行動がスピードアップします。発動波オブセッションがいる状態なので、殺害せずに他のサバイバーをうまく潰していく必要があるパークですね。ただし、決死の一撃、などでオブセッションが変わる可能性もあるので、トンネルをする際は気をつけるようにしましょう。パーク波何かとオブセッションに依存するパークが多くなっています。ただし、駆け引きがうまくいけばパークをうまく組み合わせれるのでオブセッションでチェイスが始まったら要注意しましょう。正直シェイプに関しては、レベル依存なので明確に防ぐ方法はありません。下手したら、一瞬で何もすることなく終わってしまいます。シェイプ戦では、特殊能力対策というよりも、むしろレベルに合わせて立ち回りを覚えていくことが重要になります。とにかくシェイプを見つけたら、凝視されていることが多いので死角に隠れましょう。建物に隠れるのが確実です。特に立ち止まって見ているときは、ほぼ確定です。バレずに見続けることが多いので、遠くの曲がり角や物陰をしっかり見るようにしましょう。気をつけたいのはレベルアップ時の効果音。必ず音楽が鳴るので、それに気をつけて動きましょう。音楽の長さが変わるのが聞き分けるコツです。一番は、凍りつく背筋、があるといいのですが、シェイプ線と分かったら用心深く警戒しつつ、発電機を回していきましょう。あとは、アドオンを覚えておきましょう。いかがでしたでしょうか？シェイプ波対面すると高確率でアドオンをつけて、嫌な予感しかしないキラーです。というか、アドオンを見ても様変わりするので、サバイバーが非常にきつい展開なんですよね。対策波、アドオンの効果を知っておくこと。使う側もアドオンの使い分けが重要です。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。